ノボシビルスク市電は、ロシア連邦の都市、ノボシビルスク市内を走る路面電車。2020年現在は、帯川を挟んだ2つの路線網が存在し、トロリーバスと共に、ノボシビルスク市の地方自治体企業である、ゴルエレクトロトランスポートによって運営されている。ノボシビルスク市電最初の系統は、1934年11月26日に、 開通したノボシビルスク駅と市内中心部を結ぶ全長 4.2km の路線であった。翌1935年には第2の路線が開通したことで全長は 12km となり、それ以降も延伸を重ねたことで1940年には全長 24km、車両数60両の規模に成長した。第二次世界大戦中は、他都市と同様に、 路面電車は重要な戦略的輸送手段とみなされたが、その結果整備もままならない状況での国使が続き、それらを戦前の状態へ復元するためには長い時間を費やした。復興が一段落した1950年代初頭、ノボシビルスク市電は再び路線網の拡大が始まり、 それまで帯川を挟んで東西に分断されていた路線網が1955年に建設された奥ャブリスキー橋に建設された平洋軌道によってつながった。車両についても1951年以降は従来の二軸車よりも大型のボギー車の導入が始まり、1960年代には速度制御に運転手の負担が軽減される間接制御方式を導入したタトラ K2 や RVZ-6 が登場し、後者は2007年まで定期運転に使用された。1975年の時点で、ノボシビルスク市電は営業キロ 181.19km、車両数470両となり、4箇所の車庫を有する大規模な路線網となっていた。だが、1980年代以降は、ノボシビルスク地下鉄の開通や、 採算性の問題などにより、路面電車網は縮小をはじめ、市内中心部の系統の廃止が相次いだ。さらに1990年代初頭には、オクチャブリスキー橋に存在していた併用軌道が撤去された結果、2020年現在まで、ボシビルスク市電は、帯川を挟んで2つの路線網に分断された状態が続いている。車庫についても両路線網で1カ所ずつ、 合計2カ所への集約が実施された。その一方で、残存した路線網については近代化が進んでおり、既存の車両の近代化に加えて、新型超低床電車の導入が行われている。また、2016年には、住宅地の開発に合わせて、西側の路線網の延伸が実施されている。2020年現在、ノボシビルスク市電は、 帯川を挟んだ二つの路線網を有する。そのため両路線を乗り継ぐ際は、トロリーバスや地下鉄など、他の交通機関への乗り換えが必要となる。東岸の路線網で使用されている車両は5番車庫、西岸の路線網の車両は4番車庫に所属する。2020年、のぼしビルスク市電で営業運転に使用されている形式は以下の通り。 71から600個ソビエト連邦時代に大量生産が実施されたウスチイコールカタフに工場を持つウスチカタフスキー車両製造工場路面電車車両2020年時点で残存する90両は1980年代後半から1990年代初期に製造された車両で2004年以降は一部車両に対して近代化工事が行われたが 老朽化が進行していることから口実する、モスクワ市電からの譲渡車両への置き換えやアクザムマイナス62103への機器流用による廃車が進んでいる。71から134サンクトペテルブルクのペテルブルク路面電車機械工場が展開した、片運転台ボギー車。機器が異なる複数の車種が製造され、そのうちのボシビルスク市電には2001年に、 LM-99K が1両、2003年に LM-99K が2両導入された。ウスチカタフスキー車両製造工場が1990年代から製造した型運転台ボギー車。ノボシビルスク市電には2008年に4両が導入された。ベラルーシの輸送用機器メーカーであるベルコムンマッシュ、聖のボギー車。 ノボシビルスクしでには2011年に一両が導入されている。71から623ウスチカタフスキー車両製造工場が旧ソ連諸国へ向けて展開している部分調低小電車。ノボシビルスクしでには2012年に一両のみ導入されている。アクザムマイナス62103ベルコムマッシュが展開する車体中央部が 低床構造となっている部分超低床電車。ノボシビルスク市電には2013年から2014年に導入された新造車と2017年以降導入が行われている機器流用車が存在し、後者はベルコムンマッシュとシティエレクトロトランスポートの合資会社 b k m シベリアによって KTM-5M3 の部品を一部流用する形で製造が実施されている。 両車を合わせた車両数は2020年の時点で38両であり、同年以降も10両の機器流用車が増備される予定である。タトラ KT4DM 元はドイツの首都ベルリンのベルリン支電で使用されていたチェコスロバキア製の小型に車体連接車。1990年代に機器の更新をはじめとした改造工事が実施されたが、超低電車の導入によって、 余剰となり、旧東側諸国各都市への譲渡が積極的に行われている。そのうちのボシビルスク市電に譲渡された車両は5両で2015年から使用されている。71から608件もとは、モスクワ市電で使用されていたウスチカタフスキー車両製造工場製の車両。超低床電車の増備に伴い余剰となったが、そのうち給料が ノボシビルスク市電の延伸に伴う、車両増備目的で譲渡され、2016年以降、営業運転に使用されている。また、運転教習用に運転室の面積を広く、取り指導員用の椅子を増設した71から617も同時に一両が譲渡されている。71から 608KM と同様に、元はモスクワ市電向きに製造された車両。 71から 619KT と同型の車体を有するが電気機器が異なる。1999年から2012年にかけて243両が導入されたが超低小電車の増備により余剰となり各都市への譲渡が実施されている。そのうち2000年から2005年製の20両は2019年以降、モスクワ市電を運営するモスゴルトランスから無償で譲渡され、 同年以降営業運転に使用されている。ありがとうございます。